果実、ルドラークシャとは、主にインドを中心に丁重に扱われる菩提樹の実及び、その実が得られる木のことである。ホルトの木かホルトの貴族で学名をエリオカーペスギャニリスといい、インドジュズの木という和名を持つ。ネパール産とジャワ産があり、少ないながらもインドでも取れる。今後モケやジュズボダ菩提樹とも称されるが、 仏陀が悟りを開いたという菩提樹の木は、クワカであり、全く別の種類である。もともとヒンドゥー教の芝派の必須アイテムだが、最近では宗派、国を超えて、たくさんの人々がこれを買い求めているという。ネパールさん、ジャワさんともに最も多く採取されるのは5つの筋が、入った、ごめんルドラーク社だが、レアな筋数になると高価になり、取引されている。この筋数によって、 効果に違いがあるという。現に、芝神の肖像画には、彼がルドラーク社の術を何本も身につけている姿で描かれている。コーナー渡辺では、エリオカーペススフェレカスケーシュムが、インド術の木として紹介されているが、熱帯植物研究会では、同族のエリオカーペスギアニリスロクスブの死の二無扱いとされており、ザプラントリストでは両者とも、 旧植物園のワールドチェックリストのデータに基づき、セイロンオリーブのシノニム扱いとされた。しかしその旧植物園は後にイースフェルカスとイーギャニリスを、セイロンオリーブとはまた別種の同族エリオカーペス、アンガスティーフォーリアスブルームのシノニムという扱いに変更している。一方、別のデータベースハスラーはイーアンガスティーフォーリアスのシノニム一覧にイースフェルカス、ケーシュムと、 E. ギャニリス海 MLL を含める一方、E. ギャニリスロクスブを独立種としている。なお、熱帯植物研究会には、ロドラクシの名で、エリオカーペスタバーキアラタスロクスブという種も紹介されているが、これはザプラントリスト、プランツオブザアールドオンライン、ハスラーの3社いずれにおいても独立した種として扱われている。ABC 熱帯植物洋蘭熱帯植物研究会、洋剣道、1996年、第4版、287ページ。ISBN4 から92万4395から 03X。プリアブラッドシャルマ、プレーニギャンチ。p35、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.co.jp スラッシュブックス、id=" ユースクラマジ &q=" エディオカーペス &DQ イコール、エディオカーペス &HL イコール J&、a サイコール X&、ベドイコールレアクジレーグペ10位3マウタケイン4、クベックスコークック6円タブ、ハットコーナー、EJH、渡辺、清彦、図節熱帯植物修正、広川初見、1969年、376ページ、 ザプラントリストバージョン1.1パブリッシュドンザインターネット http コロンスラッシュスラッシュ www.theblantlist.org スラッシュ Plants of the World Online2019 年12月13日閲覧 Hassler, M.WorldPlants, シナギミック Checklists of the Vascular Plants of the World, in スピーシーズ 2000& and、リタスカタログオブライフ、2019アニュアルチェックリスト、デジタルリソース、http コロンスラッシュスラッシュ www.ca-t-a-l-o-g-u-e-o-f-l-i-f-e.org スラッシュ an-n-u-a-l-ch-e-c-k-l-i-s-t スラッシュ2 0 1 9 s p e c i e s 2 0 0ナチアリス、ライデン、 ザネザーランズ、一瞬2405から 884X。ありがとうございます。